Fighter. ありがとう。ありがとうよ。なあ、近藤さん、本当に長州へ行くつもりなのか？もちろんだ。今回お声がかかったのは今までの働きを認められてのことだからな。しかも今回随行する相手はやり手と評判のあの永井殿ですからね。こたびの働き次第では幕府側の覚えがめでたくなることも十分にあり得るでしょう。なるほど。だからお前出張に同行させろってしつこく言ってたのか。幕府の重役連中に取り入る絶好の機会だからな。ミキ君、何を言っているのだ。私はあくまでも新選組のために。ああ、分かった分かった。見えすいた言い訳はやめろよ。お前の魂胆なんて全部わかってるんだから。もう決まっちまったことだってのはわかってるが、やっぱり考え直した方がいいんじゃねえのか。それはなぜだね。長州といえば敵地みてえなもんだろう。暗殺されるかもしれねえぜ。長州の奴らは今追い詰められてる状況だろうしな。長州もそこまで愚かではなくてよ。四面楚歌の今、幕府側の使者を暗殺なんてしたらお家断絶間違いなしですもの。そうだぜ長倉、知ったかぶりも大概にしたらどうだ。なんだと。落ち着けって心配った。ミキはもともとこういうやつだから。そうは言っても、ついこの間まで京で暴れてた連中みたいな奴らも長州にいるんだろう。そういう奴らが早まって無茶をすることもあるんじゃねえのか。後先考えねえ奴ってのはどこにでもいるもんだぜ。お前らみたいにか。サブロ、その辺にしておきなさい。長州には伊藤さんや私も同行するのだから、万が一の事態など起こるはずもあるまい。むしろそこが一番心配なんだけど。お、沖田君、君はなかなか冗談がうまいな。僕冗談なんて言ってないよ。この私が新選組や近藤局長のご迷惑になるようなことをするとでも言うのか。念のため山崎も護衛として同行させるつもりだが、本音を言うと言ってほしくはねえんだがな。近藤さん、今からでも断れねえのか。俺のことを心配してくれるのはありがたいが、長州の地をこの目で見て永井殿をお守りするのが俺の役目だからな。何よりこの激動の時代に新選組局長は安全な場所でふんぞり返っているなどと思われたくはない。ま、あんたならそう言うだろうと思ってたけどな。トシ、留守の間頓章をよろしく頼むぞ。よろしくね、土方君。分かってるよ。
新選組局長が今日にいねえ隙をついて尊上浪士どもがくだらねえことを企むかもしれねえしな。今以上に巡察や取り調べに力を入れなくてはならぬということですね。ああ、浪士どもの動きに注意するのはもちろんだが、大使連中にも気をつけねえとな。近藤さんが豚章を開けるとすぐろくでもねえことを始める奴らもいることだし。なんだよ、俺たちが一体何をするってんだ。そうだよ、近藤さんの留守中に変な真似なんてするはずねえじゃねえか。お前らのその言葉を信じて何度裏切られたかわからねえからな。あんたは細かいことを心配しすぎだって。いくらなんでも新選組に迷惑をかけるような真似をするはずねえだろうが。話し合いは終わりましたわね。では私たちは早速出張の支度をしてきますわ。行くわよ、三郎。へいへい、手伝えばいいんだろう。はいは一回でいいのよ。返事ぐらいちゃんとなさい。お待ちください伊藤さん、私も手伝いましょう。近藤さん、本当に行くつもりなんですか。ああ、幕府や家持ち公をお助けするまだとない機会だからな。僕、今回の出張に賛成してませんから。僕を同行させてくれなかったことを後で悔やんだって遅いですからね。参ったな。あの様子じゃ出発までに機嫌を直してくれそうもないか。いつまでたっても近藤さん離れできないやつだ。さて、話し合いは以上だ。雪村、お前も戻っていいぜ。我々が豚章を開けている間、いろいろ大変だと思うが、よろしく頼むよ。雪村君、この後夕飯の支度を手伝ってくれるかい？雪村君、悪いけど米を研いできてくれるかい？重いから気をつけてね。本当に大丈夫なんだろうな。あんたに万が一のことがあったら、新選組は立ち行かなくなるんだからな。そのことなんだがな、トシ、もし俺に何かあったら、新選組をよろしく頼む。天然理心流は掃除がついてくれれば問題ないだろう。そうならねえように山崎や腕の立つ大使連中を同行させるんだろうが、無事に戻ってきてくれなきゃ困るぜ。だが長倉君たちが言っていたように、長州も追い詰められている状況だからな。長州が気な臭いのは分かってるが、この今日だって
いつ何時何が起こるかわからねえ状況なのは同じだ。局長のあんたがいなきゃ新選組はまとまらねえし、今日の治安も守れねえんだよ。だから絶対に帰ってきてくれよ。頼むぜ。なんだ、そこに誰かいるのか。ああ、ありがとう。次はレンコンの下ごしらえをしてくれるかね。雪村くん、雪村くん、どうしたんだね。さっきから何度も声をかけたのに。もしかして何か心配事でもあるのかい。伊藤さんがさっき言っていた通り、幕府の使者を殺してしまえば大変なことになるというのはあちらさんも分かってると思うよ。雪村君、ちょっといいか。我々が留守にしている間のことについて確認したいことがあってな。そう長い時間はかからん。付き合ってくれるか。ああ、なるべく早く頼む。腹痛、風邪の薬などはいつもの場所にしまってある。怪我人が出た時のための包帯や傷を洗う酒は向こうの戸棚にあるから。いや、大使としての役目を果たしているだけだ。まあ、わざわざ確認しなくても病人や怪我人の対処については君の方が慣れているだろうな。うん、気をつけるつもりだ。そうだ、忘れるところだった。君にもう一つ意見を聞いておきたいんだが。
旅に出るとき薬を持っていくとしたら君はどんな薬にする？なあ、そうだ、外科用の道具か内科の薬か、君ならどちらを選ぶ？確かにそうだな。いつどこで体調を崩すかは分からんだろうし、そんな時飲み慣れた薬があれば安心できるだろうな。よし、では内科用の薬をいくつか持っていくことにしよう。ありがとう、雪丸くん。参考になった。確認は以上だ。では、俺はこれで失礼する。どうした？まだ何かあるのか？西国へ行ったらこの身に変えても局長だけはお守りするつもりだ。新選組大使だ。局長のためいざという時にはいつでもこの命を捨てる覚悟をしている。いや、無論君が心配してくれていることは理解できるし感謝している。そういった気遣いを迷惑だと言っているわけではなく、いや、君が詫びることではない。もう行こう。それじゃあ。山崎君かい？
さっき広間で見かけたような気がするけど、いないのかい？もしかしたら長州への出張に必要なものの買い出しに行ってるのかもしれないね。雪村君、俺に何か用事でもあるのか？山崎、一人確認しておきたいことがある。副長、はい、わかりました。雪村君、すまないが席を外してくれ。話はまた今度ということで。傾けば諦めて建物の中に戻るかと思ったが、その様子だと明日の朝までここで掃除を続けそうだな。まったく、風邪でもひいたらどうするつもりだ。医者の不養生という言葉があるが、他の大使たちに示しがつかんぞ。探しているだろうというのは気づいていたが、この間気まずい雰囲気のまま別れてしまったからな、顔を合わせにくかったんだ。徴収視察の期間を空ければまた普通に話せるのではないかと。それは分かっているんだが、どうにもこういうのは苦手なんだ。ところで、君は俺に何か用事があったんじゃないのか？渡したいもの？それで、俺に渡したいものというのは？確かに言ったが、
性のようだな。まさかわざわざ俺のために作ってくれたのか。そうか、これを俺のために。作るのに手間がかかっただろう。そうか、局長をお守りするためなら命など惜しくはないと思っていたが、それでもこうして君が心配してくれるのは嬉しいものだな。ありがとう、大切にする。確かにそうかもしれんな。ではこう言い換えよう。俺は必ず局長をお守りして全員無事でここへ帰ってくると。さて、それじゃあ俺はそろそろ部屋に戻らせてもらおうか。いや、俺の方こそ。大丈夫か？今日はかなり冷えるからな。君という人は。部屋に戻ったらゆっくり体を温めた方がいいぞ。そうだな、そうするといい。それではおやすみ。それでは行ってくるからな。留守中のことはよろしく頼むぞ。山崎、近藤さんのことをよろしく頼んだぜ。はい、たとえ旅の最中何があったとしても、局長の恩義はこの俺が必ずお守りいたします。ではそろそろ参りましょうか。局長、どうぞこちらへ。うん、行くとするか。